Ready, Uncle. JO1 フォースシングル Stranger リリース記念スペシャルトーク。JO1 の川尻蓮です。メンバーカラーはブルーです。河野純喜です。メンバーカラーはライトブルーです。与那城翔です。メンバーカラーはグリーンです。木俣翔也です。えい。メンバーカラーはエイトパープルです。ちょっと噛んじゃった。しかも自分の名前エイいいじゃん、エイで通すのが、はい、これでいきましょう。はい、レディオアンコール JO1 フォースシングルストレンジャーのリリースを記念して、僕たち JO1 のメンバーが3回に分けてお送りしていくスペシャルトークコンテンツ。今回は僕たち JO1 完食中間食メンバー4人でスペシャルなトークをお送りしていきます。最後までぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。お願いします。Ready, Uncle. 早速ですが、はい、今回 JO1 完食中間食メンバーの4人でトーク、まずはメンバーカラーや色にちなんでお話ししていきましょうかということで、はい、はい、みんなね、うん、あのメンバーカラーが中間食完食ということで、うん、はい、なんかこの色になんかこだわりとかなんかあるメンバーどしどし応募しております。皆さんこちらへ。ここのメンバーじゃなく。まずあれやね、あのこうファンの皆さんにあのメンバーカラーをこう投票してもらって、そ, う、ね、そ, う、はいはい、そのね投票を見て、はい、自分で決めるって感じでみんな選んだよね。はいはい、そうだ。結構何色かね応募があって、その人に合った色みたいなのの、はい、そのね1位2位3位みたいなあったよね、確かね、うん、はい、そんなことありました。え、みんなはどうでした？1位になりましたか？俺はね1位はあの今のメンバーからの青じゃなかったね。あ、違いますか？あ、あれ覚えてるような気がする。え、なんだっけ、レン君。あ、なんでしょう。ちょっと当てていい？あ、分かった。黒。黒だ。違います。灰色。あ、あれだ。え、シルバーだ。そうそうそう、シルバーか。そうですね、髪色がずっと銀というかちょっと白っぽい感じだったので、まあそのイメージもあって、ファンの皆さんからはこうメンバーから銀みたいな言われてたんだけど、あのグッズを作る時に銀色ちょっとむずいってことになってなんかね、なってたなってた。まあ僕も気に入ってた2位の青を僕は選ばせてもらいましたね。その中に2位は入ってた。青が2位だった。青好きですもんね。青好きだよ。はいはい、あ、そういうことか。え、純喜は1位何色だった？僕はね1位あのオレンジだったんですよ。あ、そうだ。滑り込みでこの完食中間食チームに入ってきました。はい、ギリギリ1位オレンジっていう、まあ、いや、なんか純喜がめっちゃ悩んでたの覚えてる。僕そうなんですよ。どうしようかなーみたいな。でもなんか自分の中ですごい水色っていうなんかあって、なんか自分の中で、うん、でもなんかオレンジも捨てがたい、うん、どっちにしようってすごい悩んで、悩んでた。1位はオレンジだったんですけど、うん、あのちょっと自分の衣装ちょっと尊重してしまいましたね。水色になった決め手というか、確かに。あの決め手はですね、僕が小学生の頃に、うんうん、あの小学生まで戻るの、はい、水色のランドセルを背負っていて、あ、そうなんだ。それが決め手ですね。あ、それ決め手だった。はい、それが決め手。でもなかなか決め手に至ってなかったけどね、当時。めちゃくちゃ悩んだもんだって。相当押してたもんね。あの決めた後もちょっとなんか褒めてます。めっちゃ引っ張ってました。そうそうそう。あ、でもちょっと違かったかなとか言って、オレンジしとけよかったって、これ合ってたかなみたいなずっと言ってたよね、うん、ずっと言ってて優柔不断ですね。はい、優柔不断が出てましたけど、今はねすごいいい色に決まったなと思っております。素晴らしい、はい、綺麗なね青空のように、はい、うん、いいこと言いますね。空の写真もよく送ってくるしね。はい、では翔くんどうでしょう。俺は最初1位は紫だった。あー、そうだ、うんうん、だ緑は多分入ってなかったのかな、はいはい、でなんかその、まあ、俺も紫にしようかなっていうふうには思ったんだけど、やっぱりみんなのさこのメンバーカラーを一旦確認するじゃん、はい、でやっぱそのあまりこう被らないようにしたいじゃん、はいはいはい、で純喜は純喜でオレンジと迷ってて、なんか俺、はい、オレンジ行きたかったけどちょっとなんかもう純喜がずっと迷ってるから行けなかったんですか。そう、なんかもう、いやちょっと待ってくださいみたいな。俺がなんか2個確保したそう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 。で、やってんな。で、それで
しかも俺もなんかその色的になんかパッとこう想像したのがやっぱ沖縄の海とか青い空とかね、それこそ自然の緑、でも純喜水色持ってるでしょ、俺オレンジも着たかったけどもう全部持ってるから持ち物にあった、そう持ち物やったから、よしじゃあもうちょっとそこはグリーン、あえてグリーンでいこうって、でもそれで選んだグリーンなんですけどめっちゃ合ってるっすよね、合ってる、今思ったらすごい合ってるし、グリーンって感じします、グリーンしか今考えられないです、確かに、はい、いやこれでもマジで思うんが、あのほんまになんていうんですか、その色を意識してるんか、してないんか分かんないですけど、なんかグリーンが似合うようになったりしてる気がするんですよ、本当に、しかも今日もねなんか洋服ちょっとそれっぽいし、そうなのたまたま、はい、やっぱ寄っちゃうんかな、寄っちゃうのかな、寄っちゃうのかな、イメージになって、どうですか木本さんそうですね、ショヤは何色だっけ、ショヤはライトパープルです、ね、はい僕ライトパープルです、これショヤはこれ強い意志があったよね、確かに、はい、でも僕もファンの方からもこれ、もうほぼライトパープルで着てて、1ライトパープルだった、1ライトパープルだったかなって、で服を着てたとかではなく、あ全く違います、私服で持ってるとかでもなく、あでも買うようにはなりました、あ、ね、でなんか一回番組で占いされたことあるじゃないですか、はい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 、その時にオーラが、あのライトパープルだったらしくて、だから結局なんかこうライトパープルのオーラがやっぱにじみ出てたから、ライトパープルになったんやなっていう、なるべくしてね、そうそう、なるべくしてにじみ出てた、なるほどね、はい、にじみパープル、にじみパープル、にじみパープル、ちょっと汚そうにじんじゃってるもんね、みんなランドセルの色は何色でした、うわ実はこれ僕ね、あら、はい、お黒でした、あ黒残念、さっき控え室でなんか僕ランドセルの色ライトパープルだったんすよってめっちゃドヤ顔で言ってきて嘘っすランドセルやねんと思って、めっちゃおもろいな、嘘っす俺マジで本当だ、本当かなと思って、あすごいじゃんそれと思ったら全然違います、でも今考えたらなあしとけばよかったなと思った、確かに、でもライトパープルってあるのランドセル、ありますあります、あるんだ、俺たちの時、俺たちって言うからだけど、俺の時はそんな変わらんやないか、大差ないっすよ、黒と赤だって、そんななんか大体ね、あったらそんな色、青の人とかいなかったですか、いやいた、たまに学年に一人ぐらい茶色とかいた、はい、いたいたいた、まあ、俺は水色でしたけどね、うおーおーおお、はい、かっこいいっす、マジで水色のランドセルだったの、はい、めっちゃすごないっすか、証拠を出せ証拠、すごいっすどの写真見ても水色のランドセル背負ってるっすかね、まあ、すごいよな、いいな、でもさなんか最初の方はさいいじゃん、1年生2年生3年生ぐらい、はいはいはい、ちょっと高学年になってくるとさ、はい、若干さ、はい、黒の方が良かったと思う、ずっと思ってましたキャンパー半袖でパツパツでこう水色つけて、結局なんか俺たちの時はそのランドセルをわざとなんだろう薄くするのがすごい流行ってて、何それ、ランドセルってさ硬いじゃん、はいはいはい、でそのまあランドセルの種類にもよるけど、はい、この形をあまりこうなんだろう綺麗に保って、もともと柔らかいやつがあるの、とかお兄ちゃんのお下がりとか、でお兄ちゃんのお下がりってもう使い古してるから6年間、はい、もうヘニャヘニャなわけよ、皮がいい感じに、はいはいはい、だから普通俺たちがこう新品のランドセルと全然違うの、ちょっとだからヴィンテージ風みたいな、それがそう、それがかっこよくて、俺はもうだから6年生ぐらいの時に確かその、まあ、全然新しいよランドセル、わざとこうギュッてした覚えはある、壊してはないよ、壊してないけどちょっとこうなんかなんだろう、ちょっとこう折り目をつけるじゃないけど、俺逆にもう6年間でいかに綺麗に使えるかを、あ逆だ、やってたんだ、逆だ、もう俺やっぱ俺4人兄弟で全員男なんや、うん、はいはいはい、だからみんな黒いランドセルを使ってるんやけど、はい、そのお母さんがやっぱ買ってくれるんよ、はいはいはい、1個ね、でお兄ちゃんがすごいもう、うん、なんていうか結構ボロボロにランドセル、うん、はいはいはい、してて、はい、これはかっこよくないなと、子供ながら思って、素晴らしい、ね、これは綺麗な方がかっこいいと俺は思って6年間めっちゃ大事に使った、あれあのめっちゃいい子や、 どっちの方あの開けるじゃん、うん、開けてさそのすぐ前にさなんかの透明なさあの学年とか名前とか書けるやつ、あるな、なんかカード入れる、横バージョンもあるじゃん、うん、横にこう書くやつ、ランドセルの横、ここ、あそう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 、横にちょっとだけちっちゃく、俺中やね、中か、うん、であとマットな黒、あマットなんだ、サラサラな生地、あでも僕もそれだった、めっちゃいいよ、かっこよかった、かっこよかった、皆さんぜひサラサラランドセルをお使いください
や今ランドセルすごいからね。いろんな色あるよね。そういろんな色あるし、あとあの昔のランドセルと今のランドセルサイズが違うらしいよ。あの A4 のやつが入る専用っていうか、でかくなったってことですか。そう前まではさ多分俺たちの子は斜めにしないと入らない多分。え、いやいや入りましたよ。いや多分マジ入んない。あでもなんかこうボコってなるようなやつあった。だけど今はちゃんとあの正面っていうか斜めにしなくても入る。だからちょっと大きいらしいん。進化してるね。そうで後ろのクッションとかもねしっかりしてて、はい、でも大きくしても翔くんは潰すでしょ。まあね確かにいかにこう薄くできるかというわけでメンバーカラーにちなんだ4人のフリートークでした。ランドセルトークでした。めっちゃランドセルランドセルランドセルでね盛り上がりました。いやでも意外楽しかったっすね、はい。Ready, Uncle. はいということですね、さっきはワイワイとこう色にちなんだ話をしましたが、はい、ここからはテーマボックスの中からお題を引いて4人で意見を言い合ってみましょう。はい、バトルですかこれ。これねもう純喜と蓮がやるから絶対バトルになるのよ、はい、バトルってことですよね。そうですね、だからいいよ、はい、で逆にもバトルでいこう、はい、ここはだから俺はじゃあ蓮側、翔也は純喜側、うん、いいですねにしようか。言い合うことなんて言うんですか。ディベート、ディベート、ディベートにしようか、うん、じゃあ早速やってみましょうか。めっちゃいいっすねこれ。何が出るか楽しみだ。じゃあ純喜から先に行っていいですか。ガチャガチャいいっすか。これほんまにガチャガチャあるんですよ目の前に。はい、懐かしい。懐かしいなこれ。これ欲しい。これ欲しいもん家にいい、ね、僕全然懐かしくないです、今でも全然やるんで。うわいい音いい音だ。まあでもこれあれだからね、引いたお題に対してお互いの意見が分かれればいいけど。そうね、仲良しの可能性もある。そう仲良しの可能性もあるから、仲良しの場合はみんなでワイワイ楽しくね話しましょう。別れた場合はしっかりディベートしていきましょう。お題が出ました。あーこれいいね。じゃあかっこいい声で読んでください。あヘッドホンヘッドホン、はい失礼します。じゃあお願いします。はい、あなたは占いを信じる信じない、当たったことある。おー、いいお題じゃないですか。あーね、え僕、はい、信じます。おー奇遇ですね、僕も信じます。おっしゃ、僕はね信じないですね。奇遇ですね、僕も信じないです。おーいいですねここで分かれたいいですね。なんでなんでですか。じゃあね、まあ、まあこれちょっとなんか言ったら夢を壊すようかもしれないけど、本当に当たるんなら、うん、なんかその人はもっとすんごい預言者みたいになってる気がする、うん、なるほどね。なるほど、人の人生を当てれるぐらいだったら確かにいろんな人のねことを全部知ってるんだから、うん、たくさん、まあ、占い師さんいらっしゃるやん、はいはいはい、で本当にこのスピリチュアルな力でこう見える人もいるかもしれないけど、うん、本当に見えるんだったらもっとなんか有名な大預言者なんとかみたいになって、はい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 、なんかもっと有名になってる気がする俺はね。だからあのでも人だけじゃなくてもなんか世界に貢献してくれる感じよね。そこがまた儚くていいとこなんですよ。でも全部見えていいんですかってそこがね、うんうん、こうチラ見えが一番いいんですか。チラ見えだからこそ、うんうん、儚いんですよ。おー、うん、儚いって何だって実際当たらないことだって多分あると思うんですよ、うんうんうん、それを、うん、それだからこそ占いって儚いんじゃないですか、うんうん、占いって儚いよ求めてんだ。儚い前提なちょっとよくわかんないですけどどうしようちょっとよくわかんなかったですけどそうだから逆にその信じる側でその信じる良さっていうのじゃ教えてでもこれまあほんまに個人的主演も多分思うかもしれないですけど、うん、ほんまに当たったことあるんですよ。あのそれこそなんかあの今までこう、うん、もう自分のネットとか探しても絶対出てこないような、うん、あの情報とか個人的なこととか、そう個人的な悩みとか、はいはい、個人的なあの痛みとかを、うん、あの当てられたりしたこともあって、はいはいはい、それはすごいなって、はい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 、どこにも載ってない情報なのになぜ知ってるんだっていう、なぜ知ってるんだって、うん、しかもまだ出てない、はい、どうですか。はい、そうですね、信じるものは救われるってよく言います、はい、でそうだ、ね、僕ガチで当たったことあるんですよ、あの2人とも当たったことある。バイト先で、はい、あのその人のオーラが見える人がいたんですよ、はいはいはい、あの調子によって見える時見えない時あるらしいんですけど、はい、でその人に僕毎回シフトが一緒になる時に聞いてもらってたんですよ、はい、こう見てもらって、はい、こう今何色ですかって言って、はい、で黄色のオーラが出てるって言われて、黄色金色、うん、なんか、うん、その時って金運がいいらしくて、うん、で僕その、うん、その予言を聞いた後に、うん、
臨時収入が入ったんですよ。まあ、たまたまかもしれないですけど、うん、わあすごいなと思って、そういう人がいるんだと思って信じ、はいはい、るきっかけに、はい、信じるものは救われます、ね、命、うん、まあ、確かにその意見も一理ある、はい、うん、ね、まあ、でもなんかその信じない側の意見、はい、信じない側の意見どうぞ、まあまあそのあるなんか全否定はしないけど、そうそうそう、ある程度ならそれこそ自分のためになることであれば信じても構わないと思う別に、うん、ただやっぱりその人によってはさ、はい、全部を全部真に受けちゃう人がいるわけじゃん、はい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 、そこら辺の責任ってどう取るのかなって、責任、これ僕思うんですけど、はい、例えば占いって絶対じゃないっていうのがあって、例えば前提としてね、例えば前提としてあなたあの1年後すごい怪我しますとか、うん、あのひどいこと起きますって言われたら、うんうん、それもそれでこう なんていうか自分の行動を変えるきっかけになるというか、うん、あこうなるかもしれない、うん、だからこれを気をつけようとか、はいはい、健康に気をつけてサラダを食べようとか、そういう風に変えれるわけじゃないですか、はいはいはい、だからそれも含め信じることっていうのはすごいプラスになると思うんですよ、うん、どんな結果が出たとしても。勝ちでいいですか。あとあれですよね、はい、気分がいいですよね、はい、まあ、いいこと言われたらね、うん、で悪いこと言われたら無視したらいいんです信じてない信じてないじゃんそれ信じてない嫌なことから目をそらしましょうなんかもう確率な気するんよ俺、はいはいはい、だけど、はいはい、まあ河野さん、はい、すごいちょっと悪いオーラが出てて、はい、今年1年ほんと怪我には気をつけてください、はい、で怪我しなければ、あ、純喜は気をつけたから逃れられた、はいはいはい、で怪我をしてしまったら あの占い師さんすごい、はい、どっちに転んでも当たった気になるんや。まあそうですね。あ、そう、これ心理戦からくりなんですよそれはまあ、まあそれはそうかもしれないですよね。でもそれって あまあじゃあ信じない、うーん、なんだろうこれ。あ、それは信じて頑張れるんだったらいいんじゃないですか。そう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 、うん、信じて、あ、より、ね、怪我とか病気に気をつけようってするのは全然いいことだと思うけど、うん、あの占い師さんあの負けという指示が来ましたつまりどっちが勝ちってことですか。俺らの勝ちってことですよね。いや俺らまあ、引き分けでドローか引き分けで、あ、まあちょっとちょ1点勝ちで続いていきましょう、はい、じゃあ次じゃあショヤ、じゃあショヤ引いちゃおう。あ、そっかそっかそっか、あ、ショヤあれ外して、ショヤ続いてのお題はいろんなお題がありますね。いろんなお題あるね、僕もちゃんと自分に引きたいんで、はい、あ、壊すな壊すな、はい、勢い余って2個出ちゃうで、1個出したさあ、なんだろうな、なんだろうね、ガチャガチャってなんでこうワクワクするんですか ね確かに、ね、ガチャガチャっていいよね、はい、呼びますよ、はい、はい、お願いします。はい、片付けは下手上手下手上手何回聞く何回聞く、下手やろ片付け下手下手っす、で結局何、片付けは上手下手でした。あ、自分では丸々と思っていても、うん、他のメンバーから見ると、あ、なるほどね、なるほどね、僕は下手、翔くんめっちゃうまいと思う。まあ翔くんはうまいっすね、多分俺一番うまいと思う。マジでうまい、多分メンバーで一番ぐらいあるよな。マジでうまい、しかもなんならそう、 なぜうまいかっていうと、メンバーが遊びに来てもなおちゃんと綺麗にしてるから多分一番うまいと思う。いや来るからじゃないですか、逆に逆にかな、常綺麗、うん、なんか何なんですかね、常綺麗っすよね、うん、なんか嫌なんだ、なんか、うーん、汚いと嫌だ。ちなみに掃除とかってどのタイミングでどんな回数ぐらいするの、1日に。1日で言うと朝起きてまず掃除機回すでしょ、はい、すげえ、あ、 朝やね、もう絶対必ずなんですねそれ、うん、で夜帰ってきてまたやって、うん、なんでだって朝やって綺麗やん。いや綺麗、意外と綺麗なんだけど、やっぱその1日経つとホコリとか髪の毛とか落ちてたりするから、なんか嫌なのよ、なんかもう落ちてたらかけたくなる掃除機。それコードレス掃除機ですか。あ、コードレス掃除機、俺の場合もついでにかける、お風呂入る前にちょっと立ち上がったついでにパパッと、だからもう 2,3 分もかかんない、もうパパパパパってやるだけ。はい、1日 1,2回、真似しよう、まあ、毎日はさすがにできないけど、3日おきとか、そのなんか週に何回とか、そのだからこまめなのをやってるかな。なんか言うよね、こ
時々の大掃除より毎日の小掃除で言うよね。そうそうそう。洗い物で言うとさ、めっちゃ溜まっててやるよりかはちょっとずつをこう、うん、やった方がさ楽じゃん。そうね、まとめちゃうな。まとめちゃうまとめちゃうまとめちゃう。翔也まとめてるイメージだな。翔也まとまってるよな。まとめちゃう、まとまっちゃう、まとまってる、まとまってる、ね、そういう意味では上手なんかもしれんな、うん、あ逆にね、逆に一回でやりたい。でそのやるタイミングってのはさ、どういう自分で決めてるの？例えば洗濯物とかもそうじゃん、言ったら、うん、俺結構回数回すのよ洗濯物。あもう満タンになる前にみたいな、うん、それがねすごいっすよね翔くん。毎日回します。毎日、ほぼ毎日、ほんまに毎日回します、うん、なんか一回洗剤切れて、うん、あの貸してみたいな、うん、言ってあの来てくれた時あったんですけど、来てくれたあの次の日も来ました。昨日回しましたいやまあ一応そうです、はい、毎日回すんや、はい、今日着た服を洗うってことですね。そうそうそう、たまるのが嫌だから。いや服はそうした方がいいかもしれないですね、わかんないですけど。なるほどね、はい、でも溜めちゃうけど。純喜くんは？俺は上手です。嘘つけ、はい、純喜の面白い、純喜の面白い話があって、なんか洋服畳むときにシワになっちゃうじゃん、でシワになるのが純喜いやらしくて、シワにならない方を考えたんだって。おお、それ知りたいなそれ。そう、すごくない？だってシワにならないの。シワにならないの。え、どうやったらいいのって言ったら、畳みませんあのなんかラックの上に全部服バーンと置いてこれでシワにならないじゃん。シャゲシワなるわ。シャゲめっちゃ面白かったわ。シワじゃんそれは。それをなんか誰かだったか、小生か誰か、なんかめっちゃドヤ顔で話しててめっちゃ面白かった。それは違いますよとか言われた。純喜くんのライフハックやな。そうそうそう。ダメよ。それは面白かった。上手ですね。めっちゃ面白かった。はい、ということでテーマトーク、皆さんいかがだったでしょうか。僕たちはすごい楽しかったです。楽しかったですね。はい、ありがとうございます。はい。JO1 の川尻蓮です。メンバーカラーはブルーです。河野純喜です。メンバーカラーはライトブルーです。与那城翔です。メンバーカラーはグリーンです。木俣翔也です。メンバーカラーはライトパープルです。さて J1 監視中間職メンバー4人でお送りしてきましたが、最後のトークパートです、はい、おそうで す, そうです。8月18日に僕らのフォースシングル、うん、ストレンジャーがリリースされます。やばーい、はい、ストレンジャ ー, ンジャー聞きどころを聞いていく、うん、行こうと思うんですが、まずは木俣くん、はい、はい、自分で紹介したスタイル、ね、そうですね、ストレンジャー、なんか今までのシングルに比べて、はい、すごい落ち着いた大人っぽい感じかな、はい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 、確かにね、結構落ち着いた感じの曲が多いのかなっていう、うん、大人っぽい曲が多いのかなって思うので、はいはい、大人な僕たちを、はい、楽しむことができるんじゃないですか、ね、いいっすね、はい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 。じゃあどうですか川尻さん。はい、僕はですね、まあ、今回のシングルの、まあ、コンセプトというかが、うん、こう未知の自分に出会う、うん、はい、はい、いうコンセプトがあるんですけど、はいはい、まあ、その未知の自分、まだ知らない自分っていうのを、まあ、鏡だったりこうガラス、うん、水面とかに反射した自分をこうそれに見立ててというか、はい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 、表現してる部分がたくさんあって、はい、まあ、ジャケット写真とか、うん、こう振り付けにもそういうのを表現したところがあるので、はいはい、その僕たちが伝えたいメッセージが、はい、振り付け、歌詞、写真、はい、いろんなところに散りばめられてるので、はい、それをこう探しながら、はい、楽しんでいただけるとすごく嬉しいです。はい、はい、はい、続いて純喜ちゃんか。はい、じゃあ僕はどうしようかな、いっぱいあるんですけど、うん、じゃあイカロスを聴いていただきたいなと。イカロス、はい、聞いていただきたいなと、はい、思います。今から流すのその言い方だとなんかイカロスを聞いていただきたいとにかくじゃあ翔くん。はい、そうですね、今回、まあ、さっきレンが言ってくれたのもプラスでちょっと僕が伝えたいのは、うん、夏に聴きたい曲がちょっと入ってる、おですね、シングルになってるのかなというふうに僕は思いますね、はい、と、はい、言いますとと言いますと、あれこんな下手だから今普通に喋ろうと思ったけどなんかもう途中で入ってきたからよくわかんなくなっちゃったいい、ね、と言いますと、そうなんです、はい、僕はそのステイっていう曲がありまして、うん、すごい夏にぴったりな曲で、やっぱそれぞれに夏の思い出があるから、はい、
これを聞いてなんかちょっとね、はい、確かに話してくれたらすごい嬉しいですね。いいですよね、はい、はい、でございます。はい、はい、この他の詳しい情報については、うん、J1 のオフィシャルサイトや SNS をチェックしてください。はい、はい、お願いします。はい、ということでそろそろお別れの時間です。いやー、来ましたね。はい、レディオアンコール J1 フォースシングルストレンジャーリリース記念スペシャルトーク、お楽しみいただけましたか？はい、ぜひ8月18日リリースフォースシングルストレンジャーの応援もよろしくお願いします。お願いします。はい、お相手は J1 の木又翔也と川尻蓮と河野純喜と与那城翔でした。またね。